はい、皆さんこんにちは。ダバオチャンネルの K です。今はフィリピン時間で4月28日の4時42分ですね。午後4時42分ですね。この動画では通常朝一でどの銘柄を選んで、その銘柄に対してどういう動きが入ったらエントリーするかを、1本目の最初の動画で、説明させてもらってたんですけど、今日からはちょっと分けてですね、朝の動画はもう、市場に集中するように、取引に集中できるように、そこだけの動画にしたいかなと。で、その後の動画は、反省ですね。で、今のこの動画がその次の日の翌日に対してどういうふうな銘柄を選んで、その銘柄がどういう動きになったら、エントリーしていこうかなっていう動画ですかね。今日か、あ、明日から、今日からかですかね。3つの動画を毎日上げていって、自分の勉強をより、なんていうんですかね、深いレベルに持っていきたいなと思っています。フィリピン株やられてる方がどのぐらいいるかはちょっとわからないんですけど、日本人でですね、同じような、デイトレとかスイングでやられてる人がいたら、参考にか何かアドバイスを逆にいただければなと思っています。では早速ですね、もう10銘柄ですかね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9銘柄か。9銘柄、今日市場が終わってから選びました。で、まずは PNB ですね。これ今日も午前中買ってですね、うまく利益が出てたんですけど、最終的には10%ですね、上昇してたんですね。で、明日も同じように、5分足で見てまだ出来高の方高いので、明日もこれで29.55を超えて動くようであれば、日足の部分からですね、この31.2とか31.85が壁として出来上がってるかなとは思ってるんですけど、そこまではちょっと空間ができてるので、リスクリワードっていうところのリワードはこのぐらいの幅があって、で、リスクの方は今30ペソのところですけど、まずは29.55で、それを切るようだと29.15まで行くんで、損切りは29、早めに29.55で、上に行くんであればそのまま持ってですね、で、この良ければ31.2もぶち抜いてもらいたいですよね。そうすると31.85っていう形で、で、それを抜けたらもう1年間の、最高値ですね、32.5を今度目指していくと思いますけど、どうなるでしょうね。明日面白そうですね、これも。で、次が EVER ですね、エバーですかね。で、こちらが 今5分足なんですけど、これが今0.9、あ、192ですね、0.192、こちらが0.1970を超えるんであれば、入っていこうかなと。ただもう1年間の最高値が0.195で今日出てるんですね。なので、今いくつですかね、4つか5つぐ3つか4つぐらいですかね、の銘柄が、ここの市場が落ちていく中で、この1年間の最高値を更新していってるんですね。で、その銘柄を選んではいますね。日足で見ると、こういった形でですね、ぐんとここ最近伸びてきてるんですね。で、明日は0.17、すみません、0.197を超えるようであれば、エントリーしてみようかなとも思っています。で、次が VUL ですね。で、こちらが、今2.80なんですけど、もうこれは、なんとなく2.8とか2.81より、2.80以上であれば、もうその辺で動き始めたらすぐエントリーして、下が2.69で上が2.96、そういう形なので、明日の朝一が、ギャップアップしててもいいんですけど、ギャップダウンして、ギャップアップしたら、それに乗っかるかもしれないですし、ギャップダウンしたら、この2.69を超えてくるぐらいで、2.70
70とかでエントリーするかもしれないですね。で、次が BHI ですけど、今紹介させてもらってるのは、一応取引回数の多かった順ですね。今日市場が終わって取引回数の方も出てますんで、そちらが多い順に今説明させてもらってます。で、次は BHI ですね。こちらが今日も最高値か、1年間の最高値を、昨日が0.118だったんですけど、今日が0.12ですね。毎日あれですね、最高値を超えてちょっと落ちる。今日は0.12に行って落ちて0.116ですね。で、明日もまあどうなるかですよね。毎日最高値に挑戦し続けているようなところなので、どこかで息切れするかなとも思うんですけど、まあ出来高はまだ5分足であるっちゃあるんですかね。まあこれは0.1190、0.10を、あ、すいません、0.12を、まあ超えるともうまた最高値のレベルに行くんで、そういう、そうですね、最高値のなんかお祭りみたいなのにちょっと、乗っていきたいなと、乗れたらなと、今日はちょっと買えなかったんでですね。で、次が、BSC の方ですね。で、こちらが、上が1.01とか1.03ぐらいに壁があるかなと、まあ、そこまで厚そうではないんですけど、で、下が0.94、0.92あたりに、まあ、こちらもそこまで強固ではないんですけど、壁があるかなと。なので、まあ、明日上がる兆候が見える0.97とかに行ったら、まあ、入ってもいいのかなと。まあ、あとは、今自分の中で9時半から9時50分の間っていうのは、まあ過去何ヶ月間かデイトレもどきをやってですね、負け続けてる時間帯なので、そこを昨日今日は入らなかったんですけど、そこでのエントリーはやめてたんですけど、まあ明日もそれをやるのかどうかですね。まあちょっと朝になってみないとわかんないんですけど。次が AT ですね。こちらが今8.23で、下が8.13、上が8.32。まあこれ8.25を超えたらエントリーするかなとも思うんですけど、まあ1年間の最高値が8.49なんですね。なので、まあ8.32をこの厚い壁を超えたとしても、8.49の前に8.48とか8.47で、まあちょっとした壁があって跳ね返されるんじゃないかなっていうのも、なんか想像はしています。まあ明日の値動き次第なんですけど。次が PX ですね。で、こちらが今6.01で、まあ損切りラインを5.98にして、利確を6.05以上ですね。で、6.10まではいかないかなとは思うんですけど、まあ、リワードの方が、リスクリワードのリワードはこの辺りの空間で、この、まあ、範囲で、で、リスクの方は5.98までのここですね。この幅ですね。で、次が PHES ですね。こちらが大きい壁が下にあるんで、まあこれを切ることにはあんまりなりにくいかなとは思うんですけど、今0.66で上がるとしたら、まあ0.68を超えてからですね。あ、エントリーは0.68を超えてから行おうかなと。で、そうすると次のそこまで高くはない壁が0.74にありますんで、これを超えれば、まあ上に上がっていくんじゃないかなと。でも損切りラインは買った0.68ですね。0.68で買えるんであれば、まあ、ギャップアップとかも何もなくて、普通に0.66から始まって0.6768って上がっていくようであれば、0.68をまあ68か69ぐらいで買って0.74まで上がるのか、それともやっぱり跳ね返されて0.68、まあそれかその下の0.62まで行くのかですね。
その辺を朝一で朝、そうですね、最初の15分、20分で見ていきたいなと思いますね。で、最後が PRMX ですね。こちらが今3.20で、3.24のところに中くらいの、少し高い壁があるので、それを超えれば、次が厚い壁が3.37かなと自分の中で思ってますんで、そこまでの3、3.35ぐらいで跳ね返されるかもしれないですけど、そこぐらい目指してほしいなと。下が3.10、3.03ですね。この3.03を切るともう危ないと思うんですけど、あとちなみに、これが日足だとですね、こういった形ですね。上がって下がって上がって下がって、こちらだと短期も中期もアップトレンドってなってるんですけど、下手したらこの3.03と3.37ですね、この中をもう行ったり来たりするサイドウェイズにな、なんていうんですか、横ばいになってなくないのかなって自分で思いながら見ています。横ばいにしても上がるのが3.37ぐらいまで上がる可能性があるし、落ちるなら3.37で行ったり来たりするんだったらちょっと読みやすいのかなとも思って選んでいます。で、その他のも日足を見ていくと、一回ぐーっと上がっていって、ちょっと落ちてまた今日は上がったんですね。なので、こちらも中期はアップトレンドなんですけど、短期だとダウントレンドなんですね。この辺でもうダウンっていうことなんですかね。中期だとこっちの線が効いてて、アップトレンドっていうことですかね。なので、短期のダウントレンドが効いてると明日は下がる傾向、下がってしまうのかなと。また0.62に近づくのか切っていくのかですね。で、PX の方が、こちらはもうここ最近だともうあれですよね、最高値を目指して、前の最高値が10月ですね、去年の10月の最高値6.50を目指して、また目指していってるような形ですね。ちょっとずつ落ちながらここに来てズドーンと上がってきてますね。明日どうなるか楽しみですね。次が AT の日足で見ると、こちらもここに来てズドーンと上がってきてますよね。ここ何日間だろう、10日弱でここまで上がってきてるんですね。で、今日ちょっと落ちてますんで、明日がどうなるかですね。あとは BSC ですね。BSC、次が BSC で、こちらが、一回ズドーンとここで、いつですかね、1月の20、21、20、21あたりでズドンと今年の始まりに上がって、その後ガーッと落ちていって横ばいな感じになってはいるんですかね。で、ここで、この昨日、今日のこのローソク足が陽線陽線で出てるので、ここからまた上がっていくのかなっていう予想をして、明日、面白ければ入ろうかなと、上がりそうなら入ろうかなと思って選んでいます。で、次は BHI ですね。BHI も強烈に、強烈、上がっていってる銘柄ですよね。もうこのブルーのトレンドラインを割ることなくずっと上がっていって、いくのかどうかですけど、上がっていってたら面白いかなと。この薄いブルーのラインが最高値、私なりにこういう感じで上がるとしたらいくのかなと。上がり続けるのもどこまでかわかんないんですけど、出来高も悪くは、一時期先週よりは上がっては今週来てますもんね。先週末がちょっと良かったんですかね。先週頭か。ここら辺とか出来高すごいですね、やっぱり。
これもやっぱり楽しみですね。で、BUL が、こちらは2月の16とかに最高値をつけて4.2ですかね。まあ、こっちか。4.2とか4ぐらいまで行って、その後落ちて、で、また少しずつ上がってきてるんですね。これはどうなるかですね。中期で言うとダウントレンドなんですね。ただ短期だとアップトレンドになってますね。中期っていうとこのぐらいでこう落ちてるダウントレンドで、短期で見るとここら辺で上がってるっていうことでアップトレンドなんですかね。で、次がエバーですね。こちらも日足にしてますけど、これはもう過去2年、3年、まあそうですね、今、最高値だったんだ、最高値をこちらも更新中ですので、これはもうあとどこまで行くかですよね。なんか面白いですよね。で、最後が PNB ですね。まあこれは過去この31.2とか31.85とかですね、まあ32ペソぐらいまでは上がってたんですね、2020年の12月ぐらいですね。そこからずっと落ちてきて、3月で横ばいが1ヶ月ぐらい続いたんですね。で、今ここ2、3日でズドーンと上がってきてるんですよね。なので、またズドーンと行くんであれば、この31ペソ、31.2とか31.85をこう超えて最高値を更新するかですよね。この PNB とかエバーとか BHI、結構面白いのが多いかなと。まあ、市場自体は下がってるんですけど、こうやって元気に上がっていってるものがありますんで、それになんとか乗っからせてもらいたいなと今は思ってますね。というところで、こちらがの9銘柄が明日、ちょっとチェックしながらですね、朝の15分20分までちょっとじっくり見て、で、もしじっくり見ないでもいいぐらい勢いがあるんであれば、それに飛び乗ろうかなと。やっぱり勢いがなければ、まあじっくり見定めた後に自分が損しないような状況ができたら、いいポジションでエントリーできあしていきたいなと思っています。というところで、今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。また明日もよろしくお願いします。ありがとうございました。